逃げずに来たのは褒めてあげようじゃない。挑戦状を叩きつけられたんだ。誰の挑戦だってあたしは受けるよ。光の三要請は三人で一つ。一人ずつっていうのも考えたけど、誰が最初かで揉めちゃったし、私たちはいつも三人。もちろん卑怯なんて言わないよ。さあ始めようか。妖精の最強を決める大一番。ここで負けたらみんなに顔見せできないってね。始まりましたね。いやはや、長かったのか短かったのか、なんだかんだでみんな観戦に来てますし、賭け事までやってますが、一昔前だったら妖精たちのこんな勝負、噂話が酒の魚になる程度でしたのにね。これも計算のうちでしたか、ヤクモユカリさん。私も改めて聞いておきたいわね、戦争ごっこを作った理由。そうね、ここまで幻想郷中を高ぶらせ受け入れられるとは思わなかったけれど、思惑以上にといったところかしら。思惑ときましたか。これはまた思わせぶりな発言で。ええ、あれは磨けば引きつける輝きを持っている。それなりに分かって話題になるとは思ったけれど、まさかここまで勝ってしまうなんてね。ふん、戦争ごっこってあれでしょ、実際のところ。うん、3人もいると分厚くて抜けない。そっちだって凍らせまくりじゃないの。こうなったら連続突撃。そうね、いくら散るのでもずっとあんな霊気は出してられない。休む暇与えないで行くわよ。させないよ。みんな、私が凍らせたら逆に押し返すんだ。とりあえず偉そうにしてるサニーから集中攻撃。人も妖怪も神も、誰と誰が勝負しても本質的には勝つのは絶対に妖精。行くよ。ああ、仮装は済んだ。ああ。
かどりそうだ。ほらあんたたちお仕事さ。作らないとね。はかどりそうだ。
少しだったのにね。いや、三人がかりでもう少しは。乾杯じゃないかしら。やったー、勝ったー。これで私が妖精最強だー。妖精たちが守っている私たちに攻め込み挑める、そして勝つ。妖精が人やあやかし、果ては神様までに挑める遊びと。あ、そっか。どっちが勝っても。ご名答、棒倒しの棒を倒すのは妖精ですわ。妖精は妖精の枠に収まらなくなってきた。今後もそんな妖精が現れるかもしれない。だから見方を変えれば妖精に負ける遊びを広めた。ええ、遊びの範疇でみんなが妖精に負けることをまずは受け入れやすく、妖精たちの地位向上も兼ねまして。いずれ妖精が妖怪を越すかもしれない。あいつ見てればそんな予感もしてしまうわ。というかチルノはだいぶ収まってないでしょ。あの雪山、いつになったら片付くのよ。山の紅葉一瞬で終わっちゃったじゃない。ええ、予想以上に早かった。まさか個人がここまで登り詰めてくるなんて。最強を目指したあの小さな氷星の切磋琢磨の結果かしら。氷星は私の作った枠の中で本当に最強に近づいていく。その時は白霊の巫女がお相手かしら。バカ言うんじゃないわ。本気の私が遊ぶのよ。もちろんあんたもおまけで。なんだかんだでお二人ともやる気になってるようじゃないですか。オフレコでお願いいたしますわよ。はいはい、わかってるわよ。で、あの子が本当に幻想郷が受け入れられないような最強になったらどうするのよ。その時は私が退治するまでよ。でもそうはならないでしょうね、先生。別にここは鞍馬山でもないでしょ。押しつけといてよく言うわ。なら死なんのだち。
私にも便宜図ってもらおうかしら。対決、白霊の巫女と隙間妖怪対幻想郷の代表。表向きはそんな感じで。大量大量とは、死体の残らぬ妖精相手はいかないものさね。